野軍里の虐殺。事件の経過。1950年7月、朝鮮戦争が始まって約1ヶ月後のことです。当時、十分な進攻の準備を整えた北朝鮮軍は、38度線を越えて、破竹の勢いで南下していました。逆に、不意をつかれた米軍と韓国軍は、混乱の中を、一路南へ向け敗走中でした。チュンチョンプクトでも、ドウトのテジョン氏が、北側の手に落ちました。ヨンドン軍、ファンガンミョン、の軍里の一帯は、敵味方入り乱れ、混乱の最中にありました。7月26日、ヨンドン軍はイムゲリとジュゴクリの住民約500名に、米軍から避難勧告が出されました。安全なところに避難させるから南下しろ、との米軍兵士の言葉に従い、住民は、荷造りをして、避難の途につきました。午後1時頃、米軍に案内された避難民たちは、野軍里にあるキョンブ船の鉄橋に集合しました。米軍は、この時、避難民の荷物を検査し、芝刈り用の釜やのこぎりなど、武器になりそうなものは、すべて押収したと言われます。住民を指揮していた米軍兵士たちは、本部と無線連絡を取った後、その場を離れました。すると、間もなく、米軍の P-51 ムスタング戦闘機が現れました。戦闘機は、鉄橋の上にいた避難民をめがけて、機銃掃射を始めました。逃げ惑う避難民を、銃弾が、容赦なく襲いました。人々は、先を争って、鉄橋下の水路用トンネルへと駆け込んでいきました。しかし、そこは避難所ではなく、彼らの墓地になってしまったのです。米軍は、トンネルの両側の出口に、機関銃を設置しました。そして一斉射撃を加えました。逃げ場を失った避難民たちは、理由もわからないまま、死体の山を築いていくしかありませんでした。銃撃は、その後も米軍が撤退するまで、3日間にわたって断続的に続けられました。夜半の闇をついて逃げ出した一部の青年、壮年を除いて、老人と子供、婦人たちのほとんどは殺されてしまいました。身元が確認された死者の数だけでも121名、実際の犠牲者は300名を下らないと推定されています。死体の間で息を潜めていた人々が、自らの生存を確信したのは、7月29日、米軍たちは交代しました。安心して出てきなさいという、北朝鮮軍兵士の声によってでした。なぜ事件が明らかになったか？野軍里の事件が韓国内で知られるようになったのは、1994年のことです。虐殺事件で、幼い息子と娘を失ったチョン・ヨニョン氏が、我らの苦痛を誰が知ろうという本を出版しました。これがきっかけになって、野軍里の虐殺は、ハンギョレ新聞やマルシなど、一部のマスコミでも取り扱うようになりました。しかし、社会的に大きな関心を引くまでには至らず、政府の反応もありませんでした。2006年、朝鮮戦争関係のアメリカ側秘密文書が、機密扱いを解かれました。この中に、虐殺事件関係のファイルが発見されました。AP 通信は、当時の事情と背景を語る資料を整理しました。そして、9月29日、野軍里の鉄橋という記事で事件を報道し、上部の命令で米軍が行った虐殺だという事実を暴露したのです。レポートは、当時の第1機甲師団と、陸軍第25歩兵師団司令部の命令書、および米第8軍本部の命令書と、参戦兵士たちの証言をもとに、生々しく事件を再現されています。7月26日、米軍25師団長であったウィリアム・B・キーン少将は、各方面の野戦軍指揮官たちに、次のような命令書を伝達していました。戦闘地域を移動するすべての民間人を敵とみなし、発砲せよ。そして、野軍里の鉄橋にいた避難民に対しても、彼らを敵とみなせと命令していました。また、第1機甲師団司令部は、7月27日に、避難民が防御線を越えないようにせよ。越えようとする者は誰であれ、発砲せよとの命令を下していました。第1機甲師団に所属していた6人の将兵が、住民に向かって発砲したことを認める証言を行いました。また、他の6人は、大量虐殺を目撃したと語りました。機関銃射手のノーマン・ディンクラーは、我々は彼らを全滅させたと証言しました。虐殺現場にいたジェームズ・カンス軍曹は証言しています。女性や子供に向けて銃を撃つことがどうしてもできなかった。空に向けて銃を撃った。また、エドワード・テイラー上等兵は、
今でも雨の降る夏になると子供たちの泣き叫ぶ声が聞こえると証言しています。つまり1950年の7月26日から29日にかけてノグンリで起きたことは決して偶発的な事件ではなく意図的で計画的な大量虐殺だったのです。相次ぐ新証言。 AP 通信の記事が報道された直後、米軍側はこれを黙殺する姿勢を取りました。米国防省は AP 電へのコメントを発表しましたが、それは陸軍の軍事記録センターで公式記録を調査したが本件に関する証拠書類は発見されなかったという型通りのものでした。しかし AP 通信の記事は綿密な調査を経た説得力のあるものでした。記事に追随してニューヨークタイムズやワシントンポスト、そして ABC、NBC など主要な放送局が報道に乗り出しました。こうして取材競争が始まりました。取材を受けた元米兵テレロ・フリントは、自分たち兵士も米軍機の機銃掃射を受け避難民と一緒に小川に身を隠したと述べました。第1機甲子団所属の注意として、この作戦に参加したロバート・キャロル予備役大佐は司令部からの命令を実際に受けたと証言しました。そして命令に基づき第7連隊の小銃テラが避難民に向かって発砲したと語りました。キャロルの証言によれば、彼は小銃中隊に銃撃をやめろと命令しました。彼らが敵なのか確信が持てなかったからです。彼は少なくとも初日には避難民の中に北朝鮮軍はいなかった、大部分は女性と子供、老人だったと述べています。別の証言によれば、小銃中隊長だったメルボン・チャンドラー大尉はこの後上官と連絡を取りました。そして鉄橋の下の入り口に機関銃を設置して発砲するよう指示しました。元米兵ユージー・ヘスルマンはチャンドラー大尉が彼らを皆殺しにしようと語ったと述べています。10月8日付で放映された米 CBS のニュース放送は米軍の事件隠蔽工作に焦点を当てています。これも当時の秘密文書の公開により明らかになりました。米陸軍は1951年当時の虐殺に関わったトット一等兵の証言をアメリカの立場を困難なものにする恐れがあり、極秘に分類せよと指示していたのです。この証言の中でトット兵士は以下のように述べています。こうして皆殺し作戦が始まった。我々は敵を攻撃するために移動し、女、子供を問わず我々の目に触れたものを全て殺戮した。この事件を取材した CBS ニュースは次のような言葉で報道を終えています。全ての戦争は醜悪である。しかし朝鮮戦争は我々が思っていたよりもはるかに醜悪なものであったことが明らかになるだろう。共同調査報告の発表。当初米政府は虐殺の事実を否定していました。しかし被害者・加害者の生々しい証言や物証、真相調査を求める声に押され、調査団を現地に派遣し調査することを明らかにしました。陸軍監察官マイケル・エッカーマン中将を団長とするノグンリ事件真相調査団は99年10月29日に現地を訪問。虐殺現場などを見て回った後、ノグンリ住民虐殺真相対策委員会代表6人と面談しました。今年1月12日両国政府によるノグンリ調査報告書が発表されました。結論は次のものです。1950年7月、切迫した韓国戦争初期の主制的な戦闘状況下で強要によって撤収中だった米軍は、ノグンリ周辺で数未詳の避難民を殺傷するか負傷させた。しかしこれは戦争中にしばしばあり得る偶発的な事件であり、当局の命令によって引き起こされた意図的な虐殺ではない。この報告は米軍の民間人虐殺行為を公式に認めた点では一歩前進です。しかしそれが意図的・組織的なものであった可能性は否定されました。結果として元米兵らによる証言は無視されたことになります。直接的な証拠となる第24師団第7騎兵連隊の文書は発表されていません。米軍当局は第7連隊の文書のうち革新的な記録は紛失したことを明らかにしました。死傷者数について韓国側は死亡177人、負傷者51人、行方不明者20人など計248人と主張しました。しかし
米国側はこれを認めていません。共同調査が不十分に終わったのは、米陸軍が米兵商人に免責特権を与えず、十分な証言を得られなかったためと言われています。クリントン大統領は、野軍里で韓国の民間人が命を落としたことに深い遺憾を表明するとの声明を発表しました。米政府は野軍里に100万ドル規模の追悼碑を建設し、遺族の大学生ら30人に奨学金を支給すると発表しました。他にも大量虐殺が。野軍里の悲劇は単に野軍里だけにとどまるものではありません。 AP 通信の報道を契機に同じような虐殺事件が相次いで明らかになっています。被害者の遺族や市民団体などからは真相調査と賠償を求める声が高まっています。はっきりしているだけでも、慶尚南道のマサンやハマン郡、キョンサンプクトのヤチョン郡、クミ市など全国24地域に上っています。また米国立記録保管所から入手した記録フィルムには、米軍戦闘機が民間人の村に向けてロケット弾を発射する場面、避難民の乗った渡し船を攻撃し川岸に向かって泳ぐ生存者にさらに銃撃を加える場面が収録されていました。さらに米軍機がチョルラプクトのイル駅、現イクサン駅を爆撃、少なくとも350人の民間人が死傷した事件も明らかになりました。この事件については韓国政府も公式に認めており、戦略的な観点から強行されたと弁明しています。また1951年1月20日にはチュンチョンプクトのエイシュンミョンサリで米軍によって304名の住民と避難民が虐殺される事件が発生しています。10月26日、キム・ジョンピル首相は国会での質問に答え、次のように述べています。朝鮮戦争時の米軍による住民虐殺は14カ所に上る。そのほとんどが1950年7月から8月の戦争初期に集中しており、米軍の最終防御線であったナクトンガンの周辺地域で発生している。14カ所という数字は、しかし、政府が把握している件数に過ぎません。民間の調査では、70から100カ所、死者も数千名から1万名に達するものと推測されています。また米軍にとって友軍地域ともいえる韓国側で、これほどの住民虐殺が行われたのであれば、北朝鮮地域ではさらに大量の虐殺が行われた可能性があります。例えば北朝鮮の朝鮮社会科学院歴史研究所の資料によると、米軍は34の地域で17万2004人の非戦闘員を虐殺したとされています。米軍の虐殺行為は特定地域に限定された問題ではなく、朝鮮半島全体に及んでいると見るべきでしょう。いかがでしたか？アメリカの朝鮮戦争時の恐ろしい虐殺行為が明らかになり、どれだけの民間人が犠牲になったのでしょうか。アメリカ軍の戦争犯罪ともいえる内容があったとしても、隠蔽することで一切表面に出てこなくなります。そういった隠蔽工作を日本もされていたと考えるべきかと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。